そう、じゃあ遠慮なく遠慮なくね、遠慮なくって言ってもらうのもね、別に吸ってないんでしょ、よしこは普段よしこはタバコを受け取った。あのね、カオルちゃん。はい。誤解しないでね。え、何がですか？いい？はい。私、ダイエットしてるわけじゃないのよ。絶対してるじゃん。女心というものだ。特にスリムなカオルだけには絶対に言いたくない。いろいろと経験してみたい年頃なのよ。それだけなの。だから、一本ちょうだい。よしこはぎこちなくタバコに火をつけた。一気に煙を吸い込んでみる。ブゲホ、ゲホゲホ。よしこは咳き込んだ。大丈夫ですか？はい、お水。グエホ、ゲホ。そんなにきつく吸い込むから。最初はゆっくり浅く吸わないと。ブゲ、もういい、いらない。よしこは慌てて給湯室に走った。ぐ、ぐ。水をがぶ飲みして、ヒリヒリする喉を癒す。あ、いけない。水の分だけ目盛りが増える体重計が浮かんだ。大丈夫ですか？カオルが心配そうに覗いた。うん、ちょっと。ねえ、よしこさん。なに？そろそろ行ってくれた方が。そうね、もう行かなくっちゃ。フロア戻るの遅くなると主任に文句言われるしね。違います。カオルはよしこの前に来た。行って、じゃなくて、行ってです。もうそろそろ本当のことを言ってください。何を急に？よしこさん、私たち友達ですよね。ええ。よしこさんにとっては職場だけの付き合いかもしれないけど、私にとってはよしこさんは大事な先輩です。友情がグッとくる言葉だ。カオル。私、力になります。カオルはよしこの手を取った。途端によしこの口が勝手に動いた。カオル、3日間でどれだけ痩せられるの？よしこさん、やっぱりダイエットしてたんですか？うん。でもどうして急に？それも3日でなんて。一体何があったんですか？よしこは口ごもった。話してください。あのね、樽なの。え、樽？そう、ビアダル。ビアダル？サバでフグで、サギで、豚で、カバで、トドなの。何ですか？何のこと？くすん、この私のこと。誰がそんなひどいことを？よしこは流し台に突っ伏して泣いた。ようちゃんが言ったのよ、不倫。陽一さんが本当にそんなひどいこと言ったんですか？うん、ドッジボールみたいだとか、肉の塊だとか。そんなひどい。自分の彼女にそこまで言いますか、普通。そこまでは言ってなかったのだった。脂肪が歩いてるようだとか、ドラム缶だとか。それも全然言ってなかった。信じられない。なんて人。でも、私本当にデブだから。そんなことないですよ。カオルは痩せてるから。そんな風に自分を責めることないです。でも、カオルは痩せてるから。そんな人、こっちから振ってやるべきです。え？そうだ、いい女になって見返してやるんですよ。でも、カオルは痩せてるから。でも、カオルは痩せてるからボットになっちゃった。だから、よしこさんも痩せるんです。ダイエットして。だからやってるんだけど。やりましょう。私にできることは協力します。でも、何ですか？ようちゃんがいいの。よしこさん。もっと自分に誇りを持ってくださいよ。だって、ようちゃんがいいんだもん。よしこさん。ん？はい？あなたって人は。ごめんね、こんな女で。ううん、なんてけなげで可愛い人。そんな人、今時いません。私感動しました。あう。でもね。え？私全然痩せないの。よしこさん、なんで一言私に相談してくれなかったんですか？え？辞めるときも、健やかなるときも、変わらぬ友情ですよ。カオル。そして、痩せるときも、健やかなるときも。うまくいったな。カオルはにっこりと笑った。カオル。よしこはたちまち涙ぐんだ。ビエーン、カオル、ありがとう。それは大きな精神的支えだった。なんでこんな優しいんだろうね、カオルさんね。うわ、びっくりした。赤いの怖。急に赤いの怖。ありがとう、カオル。よしこはカオルに抱きついた。病へ、カオル、死んじゃダメ。よしこはカオルを抱き起こした。カオル。カオルは失神していたのだったら結構危なくない？すごい当たり前のようになかったことになったけど。二人はフロアに出た。カオルは踏み台に乗って本棚の整理をする。
ねえ、よしこさんも手伝ってくださいよ。私、もう腹ペコで動けない。無茶なダイエットするからです。無茶しなきゃ17キロも痩せられないよ。もしもし、遠くの客から声がかかった。よしこさんお客さんです。私行くの。運動してください。これでもダイエットに協力してるんですよ。私、お腹に力が入らないよ。もうダメ、死にそう。遺書には、バイト先のカオルちゃんにいじめられてって書く。ふう、わかりました。カオルは踏み台から降りた。カオルはヒッピー風の客にこっそり笑いかけた。ヒッピー。まあ、ヒッピーはいいですね。何かお探し物でしょうか。あ、はい。どういったものでしょう。おう、麗しの月の女神。わかりました。おう、麗しの女神ですね。すぐにお探しします。おう、月人よ。それには及ばない。ヒッピー男はカオルを遮った。は？我が麗しの女神は、あれにおわす。男はヨシコを指さした。ヨシコさん、彼女が何か。お嬢さんにお話が。男はいきなり進み出た。ヒャピ。ヨシコは驚いて飛び上がった。見知らぬ男からお嬢さんと呼ばれたのは生まれて初めてだった。ヒッピー男は言った。あなたは罪人です。ふえ。ヨシコさん、この方に何かしたんですか？カオルは客のイチャモンだと思っている。知らない。私知らないよ。ひどい人だ。覚えがないとは。男は大げさに嘆いてみせた。そんなこと言われても。先日出会いがあったではありませんか。そうだっけ。その時、あなたは盗んだのです。盗んだ？知らないよ。私が何を。そうは、我が心なり。プ。カオルは思わず吹き出した。おう、我が心を奪った女盗賊よ。月や巡る衛星の力。引き合い惹かれ合う恋の定め。ユシコは瓶まで赤くなった。うくく。カオルは必死に笑いをこらえている。今思えば、木曜日に続きね、やっぱ七妖怪がこういうところでも動いてるのか。美の中の美。美の外の美。ビビビの美。ビビビの美？あたかも、暗黒の夜を照らす一条の光まん丸。まん丸？まん丸？そうは、満月のごとく。満月？おお、欠けることのない月よ。あなたの前では、今宵も満月も昇りにくかろう。さのよいよい。失礼ね。ゆりによって満月はないでしょう。私は痩せたいの。欠けたいのよ。モテますね、よしこさん。カオルがそっとささやいた。おお、月よ。お前が青ざめて見えるのは、天のなんとか、火の憂い。地表を眺めるに疲れてのことか。からかいに来たのね。あなた誰？いやいや、失敬の突然、シェリーの司祭。シェリー？バイロン、ワーズワース、サウジ、コールリッチ、キーツ。岩波文庫ならあっちです。あまたのロマン派詩人をもってしても、あなたの美しさは表現できまい。どうせ美しくないものは表現できないわよ。美的なものに説明は要しない。ヒエール・オーナー・カー・レノアール。はあ。あなたに生き写しの絵を見たことがある。レレレのレノアール。そう、レノアールの絵だ。柔らかな色彩は和音の響き、まろやかな曲線は香水の香り。何がレノアールよ。いい加減なこと言わないでよ。よしこはついに切れた。どうせ私なんか、タルでトドで、カバで豚なのよ。おお、なんというふくよかさだ。美しさだ。ふくよかなんかじゃない。よしこの目に悔し涙が浮かんだ。ふざけないでよ。私なんかデブよデブ。単なるデブなのよ。おお、ヒッピー詩人はひるんで死去ったかな。ごめんなさい。ちょっとこの人気が立ってるんです。慌ててカオルがよしこをかばった。うう、ぐやじい。よしこは泣いて奥へ駆け込んだ。ああ、かの人は麗しいく。愛と別れは私のダークネス。男はなぜか泣いている。ごめんなさい。カオルはヨシコの代わりに謝っている。思いおこさばとこしえの心は破れ、恋はマロニエ。さらばさらば、悲しみのイングリッド。イングリッドよ、愛しのサガンよ、シセシーモーツァルトよ。もう何もわかんない。何を言いたいのか何もわかんない。ヒッピー詩人は勝って去った。ヨシコはまだ泣いている。馬鹿にして、冗談じゃないわよ。泣いてるんですか？カオルがそっと隣へ来た。当たり前じゃない。
あんな変な奴にバカにされたんだよ。褒められたじゃないですか。からかわれたのよ。スケベそうな顔しちゃって、人をバカにしたんだよ。でも、ふくよかで美しいって。でたらめだよ。よしこさん、どうしてそう思うんですか。え？陽一さんに言われたから？そうよ。陽ちゃんは、ふくよかだなんて思ってない。今の人は褒めてましたよ。カオル、あんな奴の肩を持つ気？確かに、ちょっぴり変な人だけど。かなり変よ。でもよしこさんのこと、本気で好きみたい。勝手に決めつけないでよ。ごめんなさい。だけど、何かあの人、かわいそうで。あんなのどうでもいいの。陽ちゃんの気持ちの方が大事なの。だけどこれ、カオルは大きな罪を出した。何これ。今の人が買ったんです。これをよしこさんに渡してくれって。なんでそんなの預かってくるのよ。信じられない。でも突き返すの、なんだかかわいそうで。お客さんですし。私の方がかわいそうでしょ、もう。言いつつ、よしこは放送を開けた。画集だった。レノワール。はい、そうです。やっぱりいらない、こんなの。よしこは画集を放り投げた。失礼です。少しは相手の気持ちも考えてあげた方が。カオルは画集を拾い上げた。私の気持ちはどうなるのよ。そうですけど。カオルは画集のページを開いた。わあ、綺麗。綺麗ですよ、よしこさん。え？カオルはパラパラとページをめくる。よしこさんに似てるの、どれかな？そんなのあるわけないじゃない。え、どうしてですか？どうせ口から出まかせよ。そうですか？よしこはちらりと覗き見る。でもちょっと似てるかしら。うふふ、気になります？全然。興味ないんですか？あ、これならいいわ。イレーナ城ですって。別に興味ないけど。そうですか、わかりました。カオルは画集を閉じる。あれ、興味ないんじゃ。一応目は通すわよ。カオルから画集をひったくった。後で講義するために見るの。よしこは丹念に画集に見入った。ページを次々にめくる。よしこの指が止まった。ああ、どうしたんですか。これに私が似てるってことね。金髪の掃除女。その気で見れば確かに似ていなくもない。あのスケベ野郎、やっぱり私のことからかって、グギー。でもこれだと決まったわけじゃ。決まってるわ。これよ。うぎぎ、悔しい。痩せてやる。絶対、痩せてやる。よしこは拳を握りしめた。よしこは一人でさっさと着替えた。掛け持ちのバイト、休んだ方がいいですよ。顔色悪いし。カオルが心配そうに覗き込む。ダメ、あのカメラ屋さん、時給ここよりいいんだもん。だけど、平気、ロボットみたいに働くから。そんなこと言ったって、カオルはまだまだ心配そうだ。ピー、平気です。私は受付ロボットです。ピー。よしこは、バーコードの読み取り音を真似た。よしこは、駅前の DPE 店で受付を始めた DPE 店。主に写真でフィルムの現像を焼き付け、引き伸ばしを行う店の総称。昔はよく行ってましたよね。駅前だけあって、いろいろな客が来る。中島哲夫様ですね。にジャストのお渡しとなります。ピー。ピーって言った。よしこは小さな女の子に答えた。小さな女の子。中島紀子。お使いで DPE 店にやってきた。本人は緊張しているが、よしこは全く気づいていない。ただただお腹空いたと思ってるだけ。ロボットだから。誰かのお使いなのだろうか。よしこはフィルムを預かり、メーカー、衛星、写真材の感度の単位、枚数を書き込む。頭では何も考えていない。機械仕事だ。ありがとう。女の子は、お預かり控えを渡されるとお礼を言った。よしこは名前を殴り書く。続くんだった。さあ、ここからどうすれば続くのかですよね。この直後、よしこの働く DPE 店に市川が写真の現像に訪れる。そこでのティップから、よしこのこの後にザッピングできると。なるほど。というわけで続いたんで、市川のとこ行きますか。3日目。私はエンドマークを打った。途端に外界が意識される。街は明るくなり始め、今朝はスズメがいる。私には、気だるい満足感があった。昨日よりいい出来だ。
私は完成した原稿をハードディスクにセーブし、フロッピーにもコピーし、それをプリントアウトして、システムのパスワードも変更した。400字詰めにして60枚の短編。しかしこれは相当に高い評価を得るはずだ。間違いなく市川文康の代表作。日本の最高傑作。そして世界でも大きくは引けを取らない。私はカメラの赤外線シャッターの具合を測りながら立ち上がって、バーボンを開け、ストレートを3倍煽った。それくらいの祝杯は当然の作品だ。ははは、完成した。とにかく完成した。デスクの上、またはパソコン機器周辺を何かが触れたり動いたりしたら、直ちにカメラが作動するように仕掛けたあの時の不安が嘘のようだ。これなら赤外線シャッターなどをセットするまでもなかった。もう必要ない。カメラの装置を取り外そうとしたが、なぜかそのままにしてデスクへ戻った。プリンターは動いていた。着実に、そして忠実に、主人である私の原稿を美しく、格調高く、紙面へ定着させていた。何もかもが好調だった。絶好調だった。よし、今度こそ。そこで世界が消えた。油断だった。大いなる私の油断だった。え？私は豊かなる闇の中にいた。穏やかな闇、おおらかな闇。私は深く漂っていた。闇の底で私は何かを聞いたように思う。闇を貫くスパークを幾度か感じたようにも思う。私は闇へ深く沈んだ。寝ちゃった。寝ちゃったらなんか起きてるからね、いつもね。夢は見なかった。私の意識が浮き上がってきたのは、電話のベルに引きずられてのことだ。また消音モードにしておくのを忘れた。私は眠ってしまったらしい。まあ、そのおかげで起きれたわけですけどね。電話は数度鳴って、留守録に切り替わった。わあ、先生、ファックス拝見しました。もうガビーングググーッと入って、スパースパーっと来て、キリキリのテンポで。ほんとズバズバのバコバコ。わはは、BODY、もう最高。どういうこと？それじゃあとりあえずでした。相変わらず、カバザーのカバ電話は何を言ってるのかわからない。脳は急速に覚醒した。ファックス、BODY。カバザーの言葉が引っかかった。跳ね起きた私は、まず窓を開けて、外の空気を入れた。街はとうに目覚めていた。嫌な予感が確信に変わった。私は直ちに確認した。変更したパスワードを入力してシステムを立ち上げる。すべて失われていた。プリントアウトした原稿はすべて白紙と返していた。ハードディスクにも、コピーしたはずのフロッピーにも何も入っていなかった。新しいパスワード、BODY。川沢がなぜ私の新しいパスワードを知っていたのだろう。ほんの数時間前に思いついたばかりの私の新しいパスワードを。いや、それよりも、私はなぜこんな言葉をパスワードとして選んだのだろう。いや、てかもう多分ここまで来たら普通に二重人格的なあれじゃないのかね。寝てる間に他の人格がみたいなことな気がするけどね。作品を保存してあるフォルダに BODY という名の見知らぬファイルがあった。どういうことだ。私は白紙と化した原稿の束を思い切り机へ叩きつけた。赤外線シャッターが降り、カメラが作動した。私は闇の中のスパークを思い出した。手を伸ばし、机の上を動かしてみる。赤外線センサーの設定エリアは正確だった。私はカメラを調べてみた。36枚撮りのフィルムが今の2枚を入れて27枚も撮られている。ってことはだよ。犯人が映ってるはず、これでようやくわかるはずですね。私は街へ出て、3時間スピード仕上げの看板の出ている DPE 店にフィルムを出した。これですね。DPE 店。はい。中島哲夫様ですね。2時ジャストのお渡しとなります。ピー。小太りの女子店員が小さな女の子に告げている小さな女の子。中島紀子。はい。小さな女の子は預かり証を握りしめると、ダッシュで店を飛び出していった。次の晩の私は本名の市川文康を避けてペンネームを言った。中島哲夫。今の女の子が言っていた名前と同じ名になってしまったのは偶然だが、まあいいだろう。女の子は私ではない中島哲夫のお使いか何かで DPE 店を訪れたのだろうか。2時ジャストのお渡しとなります。P、バイトらしい女子店員はせかせかした口調で言った。最後の P は何なのだろう。ロボットになってるからね。
私はハチ公前から電話をかけた。カバサワのロケ隊は今日も渋谷のどこかを走り回っているはずだ。独走最前線。あの刑事シリーズは内容の薄い本が来るとやたら刑事を走らせ、山場の打ち合いを10倍にして、あとは音楽でごまかすという手法で成り立っている。これは太陽に吠えろで、大腸に吠えろでよく使われている手だ。ロケバスの電話につながると、新人らしい助監督が出た。ああ、樺沢監督いる？はい、監督なら今撮影中ですが、どちら様ですか？鷺山くんですよね。ああ、作家の中島哲夫だけど。助監が泡を食らっている様子が伝わってきた。ちょっとお待ちください。助監は受話器を放り出して飛び出していった。助監。映像プロダクション造影社の樺沢組サード助監督、鷺山勇。今年大学を卒業し、念願の映像制作会社に入社した。しかしあまりのハードワークにいつ辞めてやろうかとばかり考えている。ここまではいつも通りだね。だが、中島哲夫の名を知っているあたり、やはりテレビが大好きな青年である。うん。まあ、やっぱテレビ系とかやっぱ忙しいもんな、絶対。好きだけじゃちょっと続けられないのありそうですよね。途端に私を自己嫌悪が襲う。なぜフルネームを言ったのだろう。しかも業界で名の通っているペンネームの方を使って。さらにそれも、相手が感激してくれそうな新人らしいと分かった上で、私はなぜわざわざ、作家の、などと付け足したのだろう。しばらく待たされて、カバサワが出た。ガハハ先生、いやー感激です。わざわざのお電話なんて、ビカビカのクラクラ。ガハハ、さっきの電話、お邪魔じゃありませんでした。うん、そのことでね、カバちゃんにちょっと会いたいと思って。この業界には、便利な言葉が二つある。一つは例の、おはようございます。TPO に構わず通用して、無駄な神経を使わずに済む。もう一つは、ちゃん付けの故障。年上にこの呼び方をしても、それほど失礼にはならない。嫌な相手には、親しみと思わせて使うことができる。わはは、先生喜んで。ついでに食事でもということになって、時間と店を決めると、カバちゃんは狂気して電話を切った。すごいね、忙しいね。この店は、以前来たことがあった。いかにも高級住宅街にふさわしい。客席はほぼ埋まっていた。わはは、先生こっちこっち。奥から店の空気とはそぐわないガサツな声が上がった。迷惑そうな視線が一斉にこちらを向く。私は待ち合わせ場所を間違えたことを深く後悔しながら奥のテーブルへ進んだ。ごめん、遅くなって。がはは、もう全然 OK。 まず先生、ババッと飯飯。あ、もう頼んでありますから、わーっと来たらばーっと食わないと。おい、こっちバカバカ持ってきていいよ。この男にとっては、フランス料理も居酒屋料理も同じなのだ。まあいい。話は食べた後だ。わはは、食った食った。この店はやっぱ、ドカドカのバカうま。ばーっと来る味が、ドダーのもったーとまったーだね。わはは。食事が食い終わると、カバサワはたちまち下品な笑い声を上げた。カバちゃん、実はさ、やっと話を切り出そうとしたとき、聞き覚えのある声がした。あれ？あれ？おいおい、どうして君が？主役俳優のデューク浜地が、共演女優の光月ミカレを連れて入ってきたが、入り口近くの席の女客に何やら話しかけている。突然の人気俳優の登場に、客たちはひそひそと囁き合っている。デューク浜地はこちらを見つけると、軽く手を挙げた。え、デューク浜地。大根慎太、40歳、そうなんだ。本名は公表しておらず、年齢も詐称している。キザで大行な演技がトレードマークで、トレンディードラマに出演してトップスターになった。市川はその演技を全く買っていない。いいね。カバサワもそれに応えて手を挙げている。嫌な予感がした。カバちゃん、どういうこと？あ、ガハハ、すみません。リュクたちに先生と飯するからって言っちゃったんすよ。カバサワは相変わらずの無神経さだ。リュークの方では何やら女が言い返しているようだ。20代後半の知的な感じの女だ。あ、恋と歩み、緑山学院、高校体育教師。男からの自立と依存の狭間で揺れ動く29歳。恋多き女でリューク浜地もその恋の対象であった。目の前の中年男は新しい恋人。あの人だよね、この人。ねえ。ご飯行ってるんだ。あなたが来ることを知っていたらここには来ませんでした。女はしっかりとした声で、デュークへの嫌悪を伝えている。デューク浜地の女癖についての噂ならば、以前にも聞いたことがある。それも一つなのだろうが。
私たちは婚約の記念にワインを飲みに来たのです。あなた方とはいわゆる全く関係ない。連れの中年男が口を挟んでいる。中年男。でラパトリック・ダンディ。プロポーズを受けてくれた恋と歩みと代々木公園で二人だけの結婚式を挙げたばかり、そうだったんだ。部下の一人に CIA の魔の手が迫ったため、100万ドル必要になったと歩みに打ち明けているところ、最悪じゃん。1億じゃん。やばいね。今で言ったら1億5000万ぐらいだね。妙に外人アクセントの米軍の服を着た妙な男だ。何してんだろう。おい、どうしたのデューク、知り合い？カバサーが大声を上げた。はは、いや、ちょっとね。デューク浜地は、にこやかに笑ってこっちへやってくる。いや、お久しぶりです、先生。先夜はどうも、あの日は楽しかったですね。テレビで散々おなじみの爽やかな笑顔で握手してくる。これは隣の光月ミカレーの牽制だ。デューク浜地とは、ただ何年か前に、どこかの曲の何かのパーティーで、どこかの誰かに一度紹介されただけの関係に過ぎない。抜け目のない役者はみんなこの手を使う。いや先生、この二人がね、先生とお会いするんだと言ったら、ぜひぜひ乗ってガンガン言うんで、ついビビョーって、ガー。カバサーのことだ。きっと散々恩に着せて連れてきたのに違いない。はじめまして先生、光月ミカレです。光月ミカレ。全国人気タレント調査で毎回トップ5に入る女優。人気に支えられるだけの演技力を持ってはいるが、自己愛の強さがブラウン管から透けて見え、市川は評価していない。全然嫌いな二人が来てるね。ミカレもデュークに負けじと、白く美しい手を差し出す。先生のお作は欠かさず拝見させていただいています。特に市川文康衝撃のデビューと言われた玉川ドンポ賞の浅草奉行トルネード。あれ、純文学的で私大好きです。くすぐりどころは心得ている。まあとにかく座ろうや、飯。デュークたちは？ええ、もう済みました。ただ先生に会えるかと思うと緊張して、あまり喉を通りませんでしたがね。嘘つけ。あはは。おい、こっちにもコーヒー二つね。ねえ先生。ミカレのアタックはさらにステップアップする。私、テレビで大ヒットした先生の中島哲夫名義の何曜日の綱たちへ毎度お裾分けしますとか、渡る世間のおしんとかって、無論大好きなんですけれど、もう一度あの先生の、先生独特の、市川文康タッチというか、あの純文学的香り、整列で研ぎ澄まされた感性の結晶を拝見したいんです。ミカレは頬を上気させ、目を輝かせ、身を震わせて訴えた。さすが女優だ。うっかりしていると信じ込んでしまうほどの迫力がある。人に取り入る彼女のテクニックは、業界でも屈指のものだろう。はは、さっきもお噂してたんですよ。先生のお作に出られるんなら、死んでもいいっていう役者は山ほどいるって。デュークがキザなポーズとイントネーションで言う。本当よね。それも頭が良くって、本当にものがわかっている。上手な役者さんたちばかり。ミカレが精一杯の純文学的美体を披露する。二人とも嫌いだ。ここ何年か、テレビという世界に接して、それまで抱いていた俳優への思いは全て幻想だったと悟った。ここにいる二人がその代表的キャラクターだ。要するにこの業界は、自分さえよく見えればあとは知らない人種の集合体世界なのだ。さて、じゃあそろそろ。肝心な話をしないうちに、カバサワは立ち上がった。いや、まだ話は。これで飯後のロケは、ガンガンのバッチシ。この手の男にとっては、作家と一緒に飯を食うこと自体が重要なのであって、何を話すかは問題ではないのだ。すかさずデューク浜地が指を鳴らして防衛を呼んだ。はい、何か。君、チェックしてくれたまえ。ここ全員分のね。何枚ものクレジットカードの詰まった財布を、これ見よがしに開く。いや、君。まあまあ先生、ここはお食事中突然割り込んだんですから、はは、デューク浜地に持たせてくださいよ。ええ、先生、ぜひ。ミカレは自分が払うわけでもないのににっこりと笑う。がー、悪いね、デューク。カバサーは鼻からそのつもりで財布を取り出す素振りも見せない。うまくできている。見栄を売って満足する男と、美貌を売って満足する女と、二人を従えて満足する男。一番低俗でしたたかなのが、三人目の男かもしれない。そのカバサーが出て行こうとしたので、私は慌てて呼び止めた。まだ話が終わってないんだ。へ、ああ、そうですか。じゃあお二人さん、俺は先生とガチョピンの話があるから。先にババッと言っててくれる？撮影はちょい遅れのバタバタだってスタッフに言っといて。さすがカバサーだ。最後は二人をメッセンジャーボーイ扱いで切って捨て、ボスザルは誰かをちゃんと思い知らせている。では先生、とても有意義なひとときでした。デューク浜地、先生のお役に立てることがあれば、いつでも馳せ参じますので、いつでもお声掛けください。
お目にかかれて幸せでした。先生、またお誘いくださいね。光月ミカレをお忘れになっちゃいやよ。デュークとミカレは、いともスマートに去っていった。ガハハ、先生、話って何です？うん、ちょっと聞きたいことがあってね。はい、っていうところなんですが、時間的にちょうどいいんで、ここで聞きたいと思います。次回ね。まあ一応その、写真でのね、あれと、まああとはこの、ファックスの内容をちゃんと聞いた上でどうなるかって感じだけど、いやでもね、二重人格説じゃないかなって個人的には思うんですよね。はい、というわけでまた次回ちょっとそこら辺が出てくるか、出てきてほしいというところなんですが、お楽しみにしていただけたらと思います。というわけで、プライムが喋ってました。また次回お会いしましょう。バイバイ。